ヘルステルは、ドイツ連邦共和国ノルトライン・ベェストファーレン州、ミュンスター行政管区のシュタインフルト郡に属す、小都市である。本市は、トイートブルクの森の最も北西に突き出した市脈に位置しており、その地域はテックレンブルガーラントに含まれる。本市は1975年1月1日に、それまで独立していたマチソン・ヘルステル、リーゼンベック、 ドライアーバルデとベーバーゲルン氏が合併して成立した。ヘルステルはトイトブルクの森の最も外側の北西端にあたるフックベルクの麓に位置している。最寄りの大きな町は西のライネと東のイベンビューレンがある。ヘルステラ・アー側が本州を2つに分けて流れている。ヘルステルの南約 2km の場所にドルトムント・エムス運河からミッテルラント運河が分岐する。 ナッセスドライエッグがある。ヘルステルの地域は全部で7市町村と境を接している。イベンビューレン及びホックステンはテックレンブルガーラント、ダイネ、エムスデッテン、ザーベックはミュンスターラントに属す。ニーダーザクセン州のエムスラントに属すシュペレ及びシャーペンとも境を接している。現在のヘルステル市は1975年1月1日に それまでのベイバー・ゲルン氏がドライヤーバルで、ヘルステル、リーゼンベックと合併して成立した。かつてのライネル・ヒツレア・エムスの3.00、平方キロメートル、当時の人口212人の土地がこれに加えられた。都市圏はベイバー・ゲルンからもたらされた。これは1366年7月25日の文書によって、テックレンブルク博ニコラウスとその息子である。 夫によって授けられたものである。リーゼンベック地区にあるヘルステルの市役所ヘルステルの市議会は34議席で構成されている。ヘルステルの市長は2015年に選出されたダーフィとオストホルトホフである。第一代理市長はイングリート・ボッセとアンゲイリカ・ボルニーである。本市成立後の市長を以下に列記する。紋章は上下に分割され、 上部はさらに左右に分割されている。向かって、左上は赤字に、金色の多くの歯で、旧ドライアーバルデの紋章に由来する。向かって、右上は金字に、旧リーゼンベックの紋章に由来する赤いシャベルが描かれている。下部は、金字で、右を向いて赤い舌を出した黒いビーバーの頭部。これは、旧ベーベルゲルン氏の紋章に由来する。金色の背景は、 旧ヘルステルを表している。ヘルステルは以下の町と姉妹都市関係にある。ヘルステルはザクセン州のルンゼナウと友好都市関係にある。ズーレンブルク城グラーベンホルスト修道院、リーゼンベック市区の水木ズーレンブルク城とその歴史は15世紀にまで遡る。この城はテックレンブルク伯領がミュンスター市教領に征服された後、おそらく ミュンスター主教によって1400年に建造された。最初の文献記録は1474年でランゲン家の居城として記述されている。18世紀に現在の姿に改築された。ズーレンブルク城はテックレンブルクガーラントで最も重要な水城である。グラーベンホルスト修道院はテックレンブルクのミニステリアーレであった。 コンラートフォン・ブロホターベックによって1256年に創設された。創設後50年の間に、グラーベンホルストは主にテックレンブルク博及びそのミニステリアーレの所領となっていった。所有関係については、以前の所有者の多くが博の緊密な従者であった点が特徴的である。修道院の所領の多くはテックレンブルガーラントの南西部にあった。 旧修道院は2004年に完全に修復され、現在は美術館として利用されている。グラーベンホルストは、レーデン及び、シャーレと共に、13世紀にテックレンブルガーラントに、設立された3つの死闘解除修道院の一つであった。リーゼンベックカトリック墓地の戦没者記念病以下の、墓地に戦没者の墓がある。 トルフモールゼートイトブルクの森でアルミニウスの足跡をたどる遊歩道ヘルマンスベークはベーバー・ゲルン及びリーゼンベックを通っている。ヘルステル周辺には数多くの森の遊歩道がある。近郊には保養地のトルフモールゼーがある。ズーレンブルク周辺の土地は馬車レースのメッカとされており国内外のチャンピオン大会がここで開催される。トルフモールゼー湖沿いには ウォータースポーツクラブがいくつかある。ゼーゲルゲマインシャフトヘルステル 1978EV は、この湖を、ヨットやウィンドサーフィンに利用している。アンゲルシュポルトフェラインベーバーゲルン 1968EV はここにある。DLRG はここに、自前のステーションを有している。リーゼベックには、公共の室内プールがある。トルフモール税は、水浴場として開放されている。 鉄道ヘルステル駅ヘルステル駅は鉄道レーネラインネ線の駅である。ここでは以下の近郊型列車が利用できる貨物交通の駅は地域の北端にテックレンブルガー北鉄道のヘルステルイコールオステンバルデ駅とウトフーゼム駅がある。バス公共道路交通では月曜日から土曜日まで1時間間隔にタクシーバス T65 線がヘルステルリーゼンベック ベイバー・ゲルンの各宿を互いに結んでいる。地方バス1 9 5号線は、ドライアーバルデ宿と、広域交通への最寄りの接続地であるホップステム及び、ライネとを結んでいる。バス路線 R93 号線と R63 号線は、ベイバー・ゲルン宿とライネ及び、イベンビューレントを1時間間隔で結んでいる。公共近郊旅客交通では、ベストファーレン料金、 NRW 料金及び、ニーダーザクセン料金が適用される。道路ヘルステルは、連邦アウトバーン a 3十号線沿いに位置している。ヘルステル市の中心部近くに、同名のヘルステルインターチェンジがある。2010年の連邦アウトバーン a 3十号線の、ヘルステルインターチェンジと来年運河港インターチェンジとの、間の1日の平均交通量は、トラック157台。 乗用車27,320台であった。航空ヘルステルのドライアーバルデには旧軍事飛行場があり、現在はクローネ社がトラック駐車場として利用している。最寄りの民間飛行場は来年にある。国際空港では 20km 離れたミューンスター、オスナブリュック空港が便利である。ナッセスドライエック。手前から右に向かうのがドルトムント・エームス・ウンガ。 左に分岐するのが、ミッテルラント運河。船は、ミュンスター方面から、ドルトムントエムス運河を航行し、ミッテルラント運河に入ろうとしている。船舶ヘルステルは、ミッテルラント運河及びドルトムントエムス運河に直接、面している。両運河は、リーゼンベックベルゲスヘフェでの、ナッセスドライエックと呼ばれる場所で合流している。ナッセスドライエックは、 トルトムントエムス運河からトイトブルクの森を横断するミッテルラント運河が分岐する水路の三冊である。これらの文献は翻訳元であるドイツ語版の参考文献として挙げられていたものであり、日本語版作成に際し直接参照してはおりません。ありがとうございます。